皆さんこんにちは。こんにちは。ゆうじくんです。そしてスペシャルゲストの松田健太選手です。よろしくお願いします。僕が全日本予選で、まあ、2回戦でね、ちょっと負けてしまって、実績が出せなかった、ちょっと一番こう悔しい思いをしたっていうのが、今回の今年の全日本予選なんですけども、その試合動画を松田健太選手に見てもらって、どこがダメ、あれがダメ、もう全部言ってもらって、もう試合動画の中で突っ込んでもらってもいいですし、終わった後にもう全部その後言ってもらってもいいので、松田健太選手の言葉をすべて全力で受け止めていこうかなと思っておりますので、ぜひ見てください。はいはい、ということで、僕の、3回戦ですかね、の試合動画で、お相手は國學院の羽賀選手っていう選手になっております。もう言いたいことあったらすぐこう、止めるじゃあその都度言う形にしましょうか。わかりました。で最後ちょっと、はい、これ初戦じゃないですもんね。あ、そうですね。1回試合が終わって2回目の試合動き硬いですね。ここもそうなんですけど、この03の時、はい、そうですし、ラブワンの時もそうなんですけど、打球って落としまくってるんですよね。打てるボールを、多分これも打てるんですよね。あ、本当は強打いけるのが、強打、まあ強打じゃなくても打球って多分高いところで打てるんですよね。そこを落としてしまってんで、相手に上から行かれる。それは多分動きが硬い分やっぱり遅れちゃってる。本来やったらもっと高い打点でいける、うん、強打しなくても高い打球っていうのが相手はやっぱりブロック上から来られないんで、はいはい、なのでそれによってバック詰められてるんで、あ、だからバックがどうこうっていうよりその前のボールがちょっと良くないって感じですね、はい、今のとかも角んじゃないかなって見てる可能性もあるですよね。聞くから大体初めてですよね、この人初めてです。そうですよね、足が出るのが遅いんで、でラブワンの時も足がくるって回るのが遅かったんで、いい打球で点で打ててないんですよ。だから、これ今のところは足が全く動いてない、設定より、はい、この今の36まで向こう強打全然しないんですよ、はい、とりあえずしっかり入れてるっていうだけなんですけど、ユージ君が先にミスっちゃってるんで体が動いてなくて、ユージ君も実際多分力出し切れてない今のところは、はい、技術どうこうとかではないですよね、今のところは。向こうのサーブが分かんないわけじゃないですよね、結構。そうです、なんかわりかしシンプルですよね、なんか分かりやすそうな感じだけど、なんかストップは収まってないですよね。それもやっぱり力が入っちゃってるのかなとは思うんですけど、例えばストップ今も出てるじゃないですか、はい、でストップがちょっと調子悪いなってなったら割と長く打った方がやりやすいと思うんです、その後の展開。やっぱりビルカレーネーか、ああいうハーフボールで打たれる方が怖いんで、うん、長く行っても打たせてからの方がまだ待ちやすいんで、自分からも長くやっちゃったらもうブロックからスタートするっていう気持ちの方が多分ブロックやりやすいんで、ストップが止まってれば全然いいんですけど、はい、止まってない時はやっぱりちょっと変えた方がいいですね、戦術転換。結局そうですね、5本6本ぐらいストップやってて全部出てるんで、だったらもう長くいった方が待ちやすい。向こうもそっちの方が絶対ミスする、あのデルカデライカより、デルカデライカでちょっと浮いた方が多分打ちやすいんで、はい、ガツってつつかえたりした方が難しい。はい、ということで今1セット目が終了いたしました。ここから2ゲーム目です、ね、相手はもうノリノリですもんね、1本目からのレシーブしてきて。國學院でコーチが町田さん、はい、町田コーチ、はいはいはい、でサーブがなんか後からの情報なんですけど、はい、なんかみんなサーブもう巻き込み取れるみたいな、うん、今思えば巡回転系こっちの方とかでやってよかったのかなっていう、まあ一概にその人が出してるから取れるとは限らないですけどね、たまたまユージ君の回転がこの人にとってはよかったのかもしれないし、今は大規定の打ち合いですよね。今のも1個前で落としすぎってことですか。あれはまあ難しいんでしょうがないですけど、その後が落としすぎたんですね。あ、そうそうそうです、これで向こう入れてきたのにこれを落としちゃって、はい、やっぱりサーブで得点できなかった時ってやっぱりレシーブプレッシャーが大きくなるんで、
今もまあいいレシーブはないですけどね、ちょっと浮いちゃってるんで、はい、だから引き攻められて、先輩なんかあれですよね、守りになってるですよね、ドライブとかも。なんか割ともっとフォアゴリゴリ系なイメージがあったんですけど、どちらかといったらちょいちょい系なんで、あの1本目の打球っていうのは打ちないんですよね、その前組の。だけど、そういうのがあんまりこの試合じゃ見られてないんで、今落としたんですよね、今のもいけたんですよね、いいレシーブだったのに。まあ、打球っていい打球で打てないんですけど、やっぱりどうしても足が動いてないんで、打てるじゃないんですよ。今のボンボは今のは良かったですけど、ボンミスだったですね。今のも、フォアエンドにサーブ出して、何を待ってたんだろうっていうのがあるんですよね。やっぱりフォアエンドにサーブ出したクロス待ちすぐあれですけど、待ってる感がないんですよ。なんか中途半端なブロックになって跳ねちゃったみたいな。いいですね、今レシーブ。ありがとうございます。セブンナインでよくしたっすね。何もしてても、勝てないと思ったらやるしかなかったっす。あ、出た。やっぱりストップ出ちゃうですね。もうストップ探偵の練習ももちろん必要なんですけど、うん、試合になってもし入らないってなったらもうそうですね、合わない。やっぱり特に初対戦とかの時とか角度とか合わないんで、回転のが分からなかったりするので、1ゲーム取られた後がなくなっちゃうんで、なんかできる練習もできなくなっちゃう時もあるし。あ、テイント、今テイントですね。レシーブそんな苦にしてない感じですもんね。そうです、ユージ君のサーブ。でも悲しいですね。やれることもっとあったよなって自分の中でもずっとこう、うん、出し切れてないっていうのはすごい分かりますね。まあ、でもある意味まあ3ゲームマッチで2ゲームっていうのは、うん、まあ、それは自分にももちろんプレッシャーはあるんですけども、まあ、相手も同じ状況じゃないですか。序盤の最初の組み立て方だったりとか、うん、出だしからちょっと良くなかったのかなっていうやり方が、増田選手がアドバイスくれたように、なんかずっと無理に打たせないようにストップとかやろうとして浮いちゃったりとか、長くなっちゃったりとかして中途半端に長くなったのを相手が打ちやすいボールで打たれるって展開で、まあ、やられてたなっていうのは、今そこはでも確かに言われてみて思います。試合程度追い込まれてくればくるほどマシになってくるんで、映像で初めて気づくこととか多分すごい多いと思います。10本以上ぐらいストップやって収まったら多分8本、あ、2本とか。あとはまあその7ゲームマッチでも1ゲーム目が重要っていう言われてる中で、この3ゲームマッチでもっと重要じゃないですか。特にやっぱりラグフォースタートだときついですよね。初め足動いてなかったのに、やっぱり追い込まれれば追い込まれるほどやっぱりもっと視野というか、なんか狭まっていくんで、だからそれがなんか物に出た試合かな。で、向こうはやっぱり1ゲーム目で足良くて取って、じゃあ2ゲーム目の1本目いいレシーブされて、向こうは逆に乗ってきたみたいな、良くない方といい方の分かれた試合みたいな。向こうはすごいいい戦い方、ユージ君はダメな戦い方をしたって感じ、はい、でなんか本当技術っていうより1本目の足の出し方とかが遅れてたり、まあ、レシーブに関しては技術かもしれないけど、でもできないんだったらできないに何かをやった方が良かった他に、はい、フォアでこうやるしかなかったから、チキータとかも入れても良かったのかなとは思うし、まあ、チキータじゃなくてもバックやったらストップできたかもしれないし、レシーブもサーブも含めてもっと戦術の幅があっても良かったのかなと。なんか後手後手でなんかやってる感が多かったんで、これ打たれたからじゃあこれにしましょう、だから向こうも読みやすいと思う。レシーブにしろサーブにしろ、その心理面で先手が取れなかったっていうすごく大きいかな。結局こういう試合って本当にサーブレシーブとか3球目4球目までのあれで大体決まるんで、早い段階でレシーブもなんかメリハリついてますよね、向こうは。確かにそうですね、しっかりとストップアウトで払うは払うって、サーブもやっぱりしっかりメリハリ、ロングサーブも要修正出すし、そのやること決めてた感はちゃんとあります。結構研究されてる感はあったっていう感じで、このやつもしっかり見逃さずに打ってたし、向こうの方がやっぱりその
その3球目4球目までの、 その展開が向こうの方がなんか良かったからこういう試合になったのかなと、はい、ありがとうございます、はいはい、ということで以上で、まあ、松平健二選手からアドバイスを見てもらって直接見てもらって、まあ、こうアドバイスをたくさんいただけて、まあ、今後の自分のちょっとこう卓球のプレースタイル、まあ、こういう3ゲームマッチにしても、まあ、5ゲームマッチにしても、まあ、おそらく僕が負ける時のパターンっていうのはもろに今みたいなことになることがやっぱ多い、まあ、自分がやっぱサーブを持ってて、まあ、そういったサーブで組み立てを今までしてきてしまっているんで、それが効く効かないとかっていうところでちょっと判断しちゃったりとかして、まあ、自分に少し甘えてる部分っていうものが、まあ、今の試合の中で全面的に出てしまった結果、それが影響してどんどん足が若干止まってしまったりとか、悪い方向に進んでいってしまってこの結果を招いたのかなと。でその中で、まあ、相手も逆にそこでいいプレーをどんどん出していって自分のエンジンをかけていってしっかりこう力の差をつけてきたのかなっていう風に感じたので、これを機にちょっと自分の卓球を見つめ直しながら、今年は全日本マスターズ、うん、ちょっと本戦が一応そこだけは、はい、そこだけは予選なんとか、あ、東京選手権の予選も、ああ、そうなんですね、それも、あ、年代別で、はい、年代別だけはちょっとしっかり取って一番若いし、そうなんです、そこの一応年代別の方だけはちょっと本戦がまだ今年控えているので、まあ、今回のお話をしっかりと自分の中に落とし込んで、本戦の方で結果を出していきたいと思います。じゃあ本当に今回どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。また来年あの全日本予選やるってなった時に今日のお話を思い返しながら、ぜひ、はい、次こそは通りましたという報告を頑張ってください、はい、本当に松平コーチにさせていただきたいと思います、はい、じゃあ以上で今回の動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん気軽に無料で使えるみんなの思い出 .com、 TT 埼玉さん、松島選手所属の田坂卓球会館さん、そしてあの卓球王国でも使用されている写真代行販売サービスです。気になった方はぜひみんなの思い出で検索、もしくは自分へのご連絡お待ちしております。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価していただけるとゆうじくんがすごく喜びます。Twitter やインスタもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。